普段はですね、夜にもちろん訓練することが多くですね、私もしばしば対応していただいているわけですけども、まあ、夜に比べますと、やはり昼間の方が、まあ、はっきりと見栄えがすると言いますか、訓練の成果がよく分かるところでございます。非常に訓練の成果がしっかり出ておりますし、それから非常に楽しみになっております。あと残すところ1週間でございますけども、またしっかり頑張っていきたいと思いますし、また当日、最高の力を発揮できましょう。これから体調管理も十分お気をつけいただきたいと思っております。ただ、分団員のご家族の皆様方に関しましては、これまでのところ、十分とご苦労と、いただいているところでございますが、あとわずかでございます。しばらくのご協力とご支援を賜りまして、分団員の皆様が最高の形でですね、応援の強い、今一つ、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思っております。これからですね、また熊形分団、さらに、また、連中をこう、ハグを発揮していただくということかと思いますけども、さらに、また、頑張っていただきまして、浜田監督官ではございますけども、本当に感謝していただきます。とにかくね、ありがとうございました。ありがとうございました。整列、うまい。さて、好天のもとご列席いただきました皆様方のおかげをもちまして、雲形消防分団激励会を盛大に開催することができました。最後に雲形消防分団高橋分団長から京都市消防団総合祭祀に臨む決意と本日お集まりいただいた皆様へのお礼を申し上げます。高橋分団長、どうぞ。OK。皆様、こんにちは。本日は、ご来賓の皆様方、また地域の皆様方、北消防団本団並びに各消防分団の皆様方には非常に暑い中、また遠い中、雲形分団激励会にお越しいただきまして誠にありがとうございました。また自治会並びに自主防災会の皆様方にはこのように盛大な激励会を準備開催していただき心から感謝申し上げます。また本日もお越しいただいている方の友春様にはこの訓練会場をお借りしています。いろいろご迷惑をおかけしておりますが、あと少し、辛抱してください。よろしくお願いします。さて、雲形分団ご覧の通り非常に若い分団でございます。この若さと元気さで来たる29日京都市消防団総合祭祀ではぜひ上位優勝と思っていましたが、ここまで来たからにはぜひとも地位を取りたいと思いますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。最後の皆様が北消防署の皆様方には何分かの北方から来たからにはどうぞそこまでご視聴いただきありがとうございました。簡単ではございますが、これをもちまして分団との挨拶を交わしていただきます。本日はどうもありがとうございました。それでは高橋分団長から力強い決意表明がなされました。分団員全員が同じ思いを胸にして厳しい訓練の成果を遺憾なく発揮し、必ずや素晴らしい結果を残してくれることを期待しております。それでは雲形消防分団の皆さんの健闘を記念しまして、本激励会を閉会とさせていただきます。ご多忙の中、多数ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。どうぞ気をつけてお帰りくださいますようお願いいたします。どうも本日はありがとうございました。